エルゼンフェルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属す市場町。エルゼンフェルトは、バイエリシェウンターマイン地方のライン川右岸に位置する。この市場町をエルザファ川が貫いて流れ、エルゼンフェルトでマイン川に注ぐ。エルゼンフェルトの名前は、エルザファ川にちなむもので、藩の木の地を流れる水を意味する。17世紀末までこの村はエルザフェンおび、 エルザファと称していた。エルゼンフェルトという名は1625年に初めて登場した。この町は公式には7つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。エルゼンフェルトの周辺地域はすでに5000年間からの入植地である。当時の戦隊分土器がアイヒエルスバッハ地区及びリュックシュッパハ地区付近から 発掘されている。とはいえ、こうしたフランク時代以前から継続的に人が住んでいたわけではないと思われる。アイヒエルスバッハ近郊の墳墓から比較的多くの人が住んでいたのは紀元前1600年から1700年頃と推測される。その後は6世紀後半になってやっと本格的な歴史時代が始まる。 現在の町域で最も古い集落はアイヒエルスバッハと失パハである。エルゼンフェルトが初めて文献に記録されたのは1122年である。失パハの最初の記録は1233年でリーネック白夫妻がヒンメルタール修道院の所領に失パハ付近の土地を追加したという記録である。リュックが最初に記録されているのは1270年頃の マインツ文書である。13世紀中頃には、これらの集落は、コッペルフッターフェアツアイヒニスと総称されている。アイヒエルスバッハワー、世襲領であった。旧教区教会この地域の領主は、マインツ選定校であった。そしてこの土地に住む、地方豪族が、マインツのレーン領主となったのである。1803年の帝国代表者会議主要決議まで、 これらの集落の発展は、城、都市、裁判所、行政機関があるクリンゲンベルクと強く結びついていた。この地域は1803年にアシャフェンブルク公領に組み込まれた。1804年、エルゼンフェルトはフランクフルト大公領となり1814年にバイエルン王国に併合された。アイヒエルスバッハと残っていた。 ヒンメルタール修道院の所領はついに霊属的な身分から解放された。1828年7月30日にエルゼンフェルトはクリンゲンベルク地方裁判所管区から分離され、オーベルンブルク地方裁判所管区の一部となった。この状態は1972年の軍域再編まで続いた。1971年7月1日、それまで独立した。 自治体であったリュックシッパ派とアイヒエルスバッハが市場長のエルゼンフェルトに合併した。エルゼンフェルトの町民の多くはカトリック信者である。2006年にエルゼンフェルトの人口は9000人を超えた。エルゼンフェルトの町役場、海宝マンは2020年3月15日の町長選挙で51.3%の票を獲得して町長に選出された。 町議会は、二十議席からなる。エルゼンフェルトの紋章は、赤字と銀字に、左右に分割。向かって、左は、銀の斜めの波体と銀色で六本スポークの輪。向かって、右は、緑の土地に立つ、緑の藩の木が描かれている。波体はこの町を流れるエルザファ川を表現している。同時にこの川の名前にちなむ、町の名前をも暗示する。 反応器は直接に町の名前を表している。銀の輪と赤銀の色の組み合わせはかつてこの地を治めたマインツ大司教を示す。町立図書館は22,700点のメディアを収蔵している。2001年に屋内プールが改築され、ヨカプール、エルザファマールとして再開した。このプールには25メートル水路の他に小さな子供の ための水遊び施設がある。ロビーとプールサイドにはカフェテリアが設けられている。室内庭園には日光浴用スペースがあり、くつろぐことができる。2007年11月にはサウナもオープンした。かつての屋外プール施設はバイエルン州北部最大の多目的ビーチスポーツ施設として2000年4月30日に開館した。 ハーフパイプのローラースケート場、450平方メートルの広さを持つシチビオトープ、ブール場を持つ複合広場、バドミントン場、ストリートボール場、卓球場、大きなチェス広場、音楽館、10歳までの子供のための水遊び、冒険遊び広場などが備えられている。ヒンメルタール修道院では、素晴らしい室内装飾を持つ、修道院協会内で、 ヒンメルタールの夏のコンサートが開催されている。この他に、修道院内には、エルゼンフェルト及び、リュック武道栽培者協会、e、EV のワイン市委員会が、毎月第2日曜日に開催される。また、修道院の敷地内には、エルザファシューレや、障害者治療教育施設を備えた、教育支援施設がある。エルゼンフェルトは1990年からフランケン。 赤ワイン遊歩道沿いに位置する。ユリウス・エヒター・ギムナジウムのほか州立、エルゼンフェルト実家学校、養護学校が4校、基礎家庭学校と本家庭学校がそれぞれ1校ずつある。インダストリーセンター・オーベルンブルク1998年の公式統計によれば、この町で働く社会保険支払い義務のある飛用者は製造業に999人。 商業、交通業に0人であった。この他の部門の社会保険支払い義務のある非雇用者は498人であった。この町に住む社会保険支払い義務のある非雇用者は合計3157人であった。リュック地区にはリュッカーシャルクという名のフランケンワインのためのドウ栽培地がある。エルゼンフェルトの町域には インダストリーセンターオーベルンブルクという名の工業地区がある。住民たちにはグランツシュトフという名で知られているが、これは以前ここにあった企業の名前である。ここでは伝統的に様々な種類の化学繊維が生産されている。その他に様々な種類の小規模業者がある。この工業地域はオーベルンブルクの名を冠しているものの、実際にはそのほとんどが エアレンバッハアムマイン及びエルゼンバッハ町内にある。鉄道エルゼンフェルトにはドイツ鉄道の駅がある。オーベルンブルクエルゼンフェルト駅という名前だがマイン側のエルゼンフェルト側に駅はある。この駅ではアシャッフェンブルクやミルテンベルクへのレギオナルバーンが定期的に発着する。オーベルンブルクエルゼンフェルトヒムブヒエンタール線は1978年に廃線となり、 その大部分がサイクリングロードになっている。道路、エルゼンフェルトは連邦道 B469 号線のオーベルンブルクアムマイン入り口に面している。ありがとうございます。